ライザ1はめちゃ気合い入っててよかった。オープニングエンディングできちんと太もも描写してて、で本編ではきっちり錬金術師になるところまで描く。これからしっかりやらせてもらいますって意思を感じますよね。意外だったのが性格で、これ完全にどこかの鈴宮さんじゃんってなりました。サブキャラも可愛いので先が楽しみです。以上、ライザのお話でした。